皆様こんばんは。クラシックギター講師の関谷誠二です。今日は佐賀市にありますジャンボというお店に来ております。後ろのポスターにありますように、佐賀県のライブズビヨンドというご支援のおかげで私の演奏を配信させていただくことになりました。でこのジャンボという店は知る人ぞ知るハンバーグとカレーと、そして厳選されたコーヒーで人気のあるお店です。ただ営業時間が平日の11時から午後3時までという、短い時間ではあります。ぜひでも一度いらしてください。非常に美味しい食事がいただけます。今日は私の演奏では8曲選びました。ヨーロッパの国々に関係する曲を選びまして、音の旅と題しました。まず最初はグリーンスリーブス、イギリスからのスタートになります。私のお話も交えて約40分間ですので、どうぞ最後までお楽しみくださいませ。Thank you.
グリーンスリーブスによる変奏曲でした。今日は無観客配信ということで、私の目の前にはスタッフの方が3名だけいらっしゃいます。お客様が多くても緊張しますし、お客様いらっしゃらない時も緊張したり、まあ、その時の雰囲気によります。でこのジャンボというお店は全体が壁も床も、木でできておりまして、非常にギターに対しては弾きやすく設計されております。ぜひ皆様お越しください。では2曲目はドイツに渡りまして、ヴァイスという作曲家です。でこのヴァイスという人は当時流行りました、リュートという楽器の名手でありました。そして即興演奏に優れていたというふうに言われています。かの有名なヨハン・セバスチャン・バッハと即興演奏を、弾き比べたというようなことも言われております。そのヴァイスの曲から短い曲ですけど、アングレイズという曲です。直訳しますとイギリス風のといった意味で、音楽ではイギリスの踊りのことを指すようです。
ングレイズという曲でした。次はハンガリーに飛びます。ハンガリー風マズルカ。ハンガリーなんですけど、マズルカというのはポーランドの国民的舞曲ですね。それで、ハンガリーと、ポーランド2国を2つの国をまたがって旅行していただくということになります。作曲家はただしアメリカ人になります。ドーンという人が作った曲で、1900年を挟んで、活躍したギタリストです。Thank you.
ハンガリアン・マズルカという曲でした。次はロシアに渡りまして、ブランテルの子守歌。ブランテルというのはこの曲を作った作曲者で、マトベイ・ブランテルと言います。他の日本でよく知られている曲としてはカチューシャがあります。ロシア民謡と言いますと早くから日本で外国曲として親しまれた曲ですけど、この曲は意外と知られてなかったようですね。子守歌です。子守歌ですから我が子を寝かせつけようと、かわいい子供を寝かせつけようとして歌う曲ですから、メロディーはどんな子守歌も綺麗な曲になっております。ブランテルの子守歌でした。では次はロシアからオーストリアに飛びたいと思います。オーストリアの代表的な作曲家シューベルトの曲を1曲演奏いたします。シューベルトと言いますと歌曲王と言われてますが、この曲ももちろん歌の曲です。それをフランシスコ・タレガというギタリストが編曲したものを演奏したいと思います。タイトルは別れです。
では次はオーストリアからイタリアに飛びたいと思います。1970年、ちょうど今年でですから50周年になりますね。映画ひまわり、この曲は世界中の女性を泣かせたという映画で有名みたいですが、マルチェロ・マストレアンニ、それからソフィア・ローレンですね、非常に悲しい映画、イタリア映画なんですけど、作曲はヘンリー・マンシーニ、アメリカ人です。ただ舞台がイタリア、それからフランス、ロシアと、3カ国の合作になっておりますので、世界を旅するのにはちょうどいいかなと思います。ひまわりをお聴きください。では次はイタリアからフランスに飛びたいと思います。フランスというと何と言ってもシャンソンですね。そのシャンソンの代表的な曲の一つ、愛の讃歌を演奏いたします。
それではプログラム最後の曲になりました。スペインからマラゲーニャという曲です。ありがとうございました。